はい、ということで、工藤京介です。今回もよろしくお願いいたします。今回テーマにする方はこちらの方になります。ライナー・マリア・リルケという方ですね。まあ、この方はドイツ語圏を代表する、まあ、詩人であり文学者の方なんですけども、何よりですね、僕は個人的にこのライナー・マリア・リルケという名前のこの響きというかですね、並びというか、まあ、そういうのが、まあ、好きだなというか、美しいなという感じがねしていました。まあ、本名をしっかり、まあ、芸名とかね、ペンネームとかいろいろあると思いますけども、まあ、そういういろんな名前に触れてきた中で、僕はですね、僕の中ではかなり上位のというかね、好きな名前のというか、そんな感じの人なんですけど、ライナー・マリア・リルケ、皆様はねどうでしょうか。まあ、皆様の中にもそういう感じの人っていうのはねいるんじゃないでしょうか。それでね、まあ、この方ですね、まあ、あまりまあ、知らないなという方もね、おられるかなと思いますので、まあ、まずねリルケの導入というところでね、そういうところから始めていきたいと思います。カフカと同世代、同出身地というところからね話をしていきます。ですね、まあ、以前にも僕はフランツ・カフカという方をね取り上げたことがねあると思いますが、このリルケという方とフランツ・カフカはほぼね同時代をね生きた方です。まあ、リルケの方が少し早めにね生まれて、でも亡くなったのはカフカの方がね早かったわけですけども、オーストリア・ハンガリー帝国というところのプラハというところにね2人とも生まれています。まあ、現在のねで家というと、まあ、チェコという国のね位置というか、まあなのかなというところなんですけど、まあ、この辺の話は以前ねバーツラフ・ハヴェルという方を取り上げた時にもその、まあ、プラハとかねそういった流れでお話をしているので、もし興味ある方はね見ていただければと思いますが、このカフカとリルケも実はまあ接点というかね直接会ったとかっていうわけではないんですけど、カフカがですね、まあ、定期的に開いていた、まあ、朗読会ですね、まあ、定期的なのか不定期なのかちょっとあれなんですけど、まあ、朗読が好きでねカフカはそういうのを開いていたんですけど、その時にですねある朗読会で、まあ、その時は、まあ、ルケーチというですねカフカの作品で、を読んでいた時らしいんですけど、まあ、この作品というのが、まあ、ある処刑の、ね、道具というかねそういうのが、出てくるんですよね。そういうシーンがですねかなり生々しくて、気を失ってしまう方とかですね、まあ、退場してしまう方とかが、ね、多くいたっていう、ね、話がそういう残っている朗読会なんですけど、実はその時に、まあ、実はその会にリルケがねいたっていうね話です。まあ、カフカはあまり生前ですね、まあ、無名であったので、まあ、その中でどういう気持ちでリルケはね見ていたのかななんてね思うわけですが、まあ、次にですね2つ目の若き詩人への手紙ということでね、これはねですね、若い詩人がリルケに対して、まあ、自分の詩を送ってなんかメッセージをね求めた時にリルケが書いて送った手紙ということで有名なものではあります。まあ、文言として有名なものであるのも、あなたの夜の最も静かな時間に自分は書かずにはいられないのかとご自分にお尋ねなさいというね文言があったとね言われています。他に若き女性への手紙とかそういうものもねリルケのものとして残っているそうですね。3番目ですが、パティ・スミスのアルバムにということで、こちらの方もね、以前僕が取り上げてお話もしていますけども、このパティ・スミスのですねアルバムですね、パティ・スミスグループとしての第4枚目のアルバムの Wave という作品の、まあ、ライナーノーツ、まあ、スリーブノーツの中にリルケの言葉が、まあ、引用されていたということで、まあ、どんな言葉であったかというとねこういうようなね、言葉でねございました。一人の人間が他者を愛すること、それは多分私たち人間の営みの中で最も困難なことであろう。それは究極の最終的な営みであり、そのために行われる全ての過去の営みは予習にしか過ぎないのだからということでして、まあ、このアルバムパティ・スミスが、ね、出した時はね、その後、まあ、一時的な、まあ、活動、まあ、休止というかですね、まあ、フレッド・スミスという方と、まあ、結婚をして音楽活動的なものが一時的に離れるといったね、まあ、愛の方向にパティ・スミスがこう向かっていったといったそういった時期でもね ありました。次はリルケとは、ね、どんな人ということでね簡単にねお話しできればと思います。1番のさまざまの土地ですね、さまざまの言葉言語というような感じでね話をしていきます。1つ目のさまざまの地ですけどもね、まあその当時にしても、まあ、かなりいろんなところをこうリルケはね行った
いろんな土地にね行った人なのかななんて思います。まあそのあくまで、まあ、大まかなというか一部でしかないですけど、ちょっとここにね挙げて、見ようかと思います。まあ、国とか地名とかですねすごく混ざってるんですけども、まあ、そういうのも含めてね紹介していきますが、まあ、先ほどもお伝えしました通り生まれがねプラハというところにね、リルケは生まれるわけですけど、その後あのプラハ大学というところに入りまして、そのミュンヘン大学というところにね移動しますので、まあ、まあドイツですよね移動します。まあ、旅行というところで言いますと、まあ、イタリアのフィレンツェですとか、まあ、ベネチアですとかウィーンですとかですね、まあ、エジプトですとか、まあ、ロシアですとかいろんなところ旅行をしています。まあ、他にも旅行以外にも滞在というところでね、まあ、言いましても、まあ、いろんなところですね、まあ、ローマとかパリですとか、まあ、スウェーデン、まあ、デンマークの、ね、コペンハーゲンですとか、マドリッドとかドイツ各所ですね、ドイツ各所というのはまあベルリンとか、まあ、ドレスデンとかいろんなところなんですが、まあ、そういったところの滞在もしています。まあ、長い短いあれどうなんですかね。まあそしてリュウケが亡くなったのはスイスということでね、本当にさまざまなところをこういろんなところにね行ったんだななんていうところがありますね。次に2つ目のさまざまな言語とかね言葉ですけども、基本的にリルケはね文学とかもそうですけども、ドイツ語で書いてますからベースはねドイツ語なわけですけども、まあ、幼少からデンマークの文学に親しんでいたということで、その後先ほどもありましたがロシア旅行に行ってますけども、それをきっかけにロシア語の勉強なんかもしていたそうです。でフランス語につきましてはかなり堪能であったそうですね。フランスの文学の翻訳なんかも自らしていますし、まあ、後期ではフランス語で詩を創作したりなんかも、ね、しています。まあ、こういった話の中で、まあ、日本どうかなということでねちょっと話してみようかと思いますが、まあ、リルケと日本の関係ということで言いますと、リルケは日本のですね、まあ、俳句というものをね20世紀の後半で知りまして、俳句ですね、まあ、これは実際の日本語であったわけではなくてフランス語に訳されたものであったそうなんですけども、まあ、二次的なものではあったんですが、まあ、かなり感銘を受けまして、まあ、自らも俳句をね何個か作ったりとか、まあ、俳諧というタイトルで三行詩をこういくつかこう残したりとかもしているそうです。まあ、そのうちにまあ晩年のですね、まあ、遺構の中にある俳諧という短いものをねこの詩をちょっとね読んでみたいかと思いますが、実を結ぶのは花を咲かせるより難しい。だがそれは言葉の木ではなく愛の木のこと。ということでね。まあ、確かにその、まあ、特に人生の後半みたいなところで言うと、ソリルケっていうのはこの何ですかね、文学、まあ、日本人の僕としても感じるこの俳句にあるその、まあ、シンプルさとか切り取った世界というか、まあ、それでまあ奥とか深いところにこう表したようなものがあるというようなこの世界観的な感じで言うと、ちょっとこう、まあ、なんとなくこう通じるというか、まあ、そういう雰囲気というかそういうのはあるのかななんて、まあ、個人的には思ったりはねしました。それに付け加えて、まあ、様々な芸術家とかっていうのもちょっと言えるかもしれないですね。先ほどの様々な土地、様々な言葉なんて言ってきましたけど、まあ、リルケはですね、結婚をする相手の方がね、クララ・ベストホーフという方なんですけども、この方がですね、考える人とかで有名な彫刻家のですね、ロダンにね、以前弟子入りしてたという方でして、でその後、ロダンにもですね、リルケはね、直接会って、まあ、交流を後に持つんですけども、でまあすごく距離感が縮まったり一時的に決別したりまたね何でしょうまた距離が縮まったりとかそういうこともあったみたいですけど、まあ、ロダン論とかっていうね文章もリルケは残しています。まあ、他にロシア旅行中にはトルストイというね文豪の方に出会ったりだとか、まあ、晩年は以前 の, マラルメという方のね取り上げた方にちらっと名前出しましたけど、まあ、ポール・バレリーというね方との親交があってですね、リルケが入院している時にですね、まあ、バレリーがお見舞いに来たりとかね、まあ、そういうこともあったみたいです。まあ、バレリー詩集とかっていうことでリルケはね翻訳のものとして残したりもねしてるみたいですね。リルケの人生としましては、まあ、9歳頃に両親の、ね、離別があった頃、まあ、大体その頃ぐらいに詩を書き始めまして、まあ、19歳で初詩集である命の歌を出してから、まあ、51歳で白血病で亡くなるまでの間ですね、ちょっと亡くなる直前はクリニックに入院、まあ、先ほどスイスとお話しましたけど、そういう入院なんかもしてたみたいですけど、その間でも詩作や翻訳は続けていて、まあ、短い、まあ、旅行なんかはこうやっていたみたいなんでね、亡くなる間際までも、まあ、約50年であった彼の人生っていうのは、まあ、最後までこうリルケらしいというか、まあ、文学的芸術的な人生で、ね、あったのかななんて思います。
その中でリルケの、ねまあ、作品ということで、ね、いくつかある中で僕が今回まあ読ませてもらったというかね触れたものとして、まあ、一つは詩の作品で一つは散文なんですけど、まあ、リルケ詩集ということで、まあ、今回僕は岩波書店のものを、ね、読ませてもらいました。でも一つがマルテの手記ですね、まあ、古典新訳文庫というね割とこう読みやすい新しい予約の方でね読ませさせていただきましたけども、このリルケ詩集の方にはオルフォイスに寄せるソネットですとか、まあ、ドゥイノの比歌ですとか、そういうあのリルケを代表するリルケといえばという代表するですね、まあ、詩の作品があったりだとか、まあ、後期のフランス語のフランス語で書いた詩だとかね、そういったものがね含まれたりなんかをしていました。オルフォイスに寄せるソネットとドゥイノの比歌がねあの詩ということで言うとリルケの代表作と言われてるんですけど、まあ、連作というか、まあ、いくつかの詩が含まれて、そのいくつかの詩をまとめて、その詩群としてのその作品としての感じになっているものだそうなんですけどね、まあ、オルフォイスに寄せるソネットドゥイノの比歌はですね、まあ、作品の順番で言うと先ほどのあの散文の方で挙げたマルテの手記というものを書き、リルケが書き上げたのが35歳頃と言われてまして、まあ、これもかなりね時間があのかかっているというか年数をかけて書いたものらしいんですけど、その後ですね、まあ、ドゥイノ城というですねイタリアアドリア海に面するお城、古い城にリルケはあの滞在をするんですけど、その滞在した頃からですね、マルテの手記を書き終えた頃からですね、そのドゥイノの比歌を書き始めて、でドゥイノの比歌は約それを、まあ、10年ぐらいかかったそうですね。でその後その出来上がる頃と同時期ぐらいにオルフォイスのソネット、まあ、こちらの方は逆に一気に書き上げたりしたものらしいんですけど、そういうあの文学的には流れがありますね。オルフォイスに寄せるソネットのところですけども、まあ、オルフォイスというのはギリシャ神話の歌の神様のことらしいですね。このオルフォイスへの参加としての詩らしいですけども、まあオルフォイスを、まあ、詩人の理想として、まあ、想定してという感じでねあの書いているものらしいですね。このオルフォイスっていうのはどういう人だったのかと、人というか、まあ、神様ですけども、どういう存在だったのかということですけども、まあ、あの歌の神って言われてるだけあってですね、まあ、自分の歌声、まあ、どんなことも歌い上げてですね、まあ、野山の獣たちですとか、まあ、木とか岩をも感動させたと言われているらしいですね。でこの方の妻であったオイリュディケという方が亡くなった時に、その冥界に下ってですね行って、でそのオルフォイスは歌声をそこの冥界の女王に聞かせるんですね、ペルゼフォーネという方。そうするとその女王が心が動かされたことで、その妻を地上に連れ戻すことを許されるんですけども、まあその地上への出口の時に振り返ってはいけないと言われてたんですけど、振り返ってしまうことによって、妻を永遠に急に失ってしまうとかっていうね、なんかまあ振り返ってはいけないのやつはどこが元なのか分かんないですけど、そういう話がありますよね。でその後オルフォイスは妻を思ってですね、そのことしか考えなくなって、他の女性のことを顧みなくなったため、他の女性からあの嫉妬に遭いまして、引き裂かれて海に流されてしまったと。ただその粉々に砕かれてしまったことによって、彼は歌はですね宇宙にこう偏在するというか、そういうところになったというようなね感じらしいです。ちなみにドゥイノの比歌の方ですけど、まあ、比歌というぐらいですから、まあ、あの全体的に言ってその名の通り、まあ、比歌エレジーですよね、まあ、要は嘆きが歌われてるわけですけど、まあ、肯定的な要素だとか激しく暗い調子だとか、そういったものが入り混じってるもののようで、こちらはまあ10年の歳月をかけて10編の詩を成り立たせたというかなりの力作で、ね、あったそうですね。次にマルテの手記の、ね、3文の方も少しお話をしていきますがね、こちらはですね、マルテ・ラウリス・ブリッケというヨーロッパを放浪するデンマーク出身の若者であり詩人である方が主人公となって、この人が語り手となって、ね、物語が展開していくんですけど、まあ、この作品結構変わってましてですね、まあ、展開っていう言葉がそのですね、展覧会の天に開いていくというよりは、どっちかというとこの天転がって回るみたいな感じのイメージな感じに僕は、ね、受けましたね。展開していくって言ってもですね、まあ、一つ一つの話は短かったりするんですけど、まあ、それがこう脈絡なくというかですね、まあ、筋は物語の筋というのが基本的にはありません。次々と話が飛んだり切り替わったりして、まあ、時にですね、まあ、歴史人物ですとか、まあ、背景を僕が知らないということもあるんでしょうけど、まあ、何の話をしているのかが全く分からなくなったりするようなこともあって、まあ、注釈を読んで、まあ、やっととかね、まあ、それでも分からなかったりするようなこともあるんですけど、なぜか
なんかわかんないですけどね、読んでるとすごくこう全体に通ずるその安心感というかね、まあ、そういう空気感みたいなのの心地よさで僕はなんとかまあ最後まで読み上げたんですけど、まあ、コラージュ的な作品というか、そういうこう切り張りしたような感じというか、その当時から見てもこんなに挑戦的な作品だったのかもしれないですね。まあ、リルケはその後、まあ、あの一種の燃え尽き症候群的な感じでですね、あの、まあ、虚脱状態に陥ったそうなんですが、まあ、その後、先ほどもお伝えしました通り、まあ、ドゥイヌの悲歌ですとか、オルフォイスのソネット、オルフォイスに寄せるソネットのようにして向かっていく、まあ、人生の中盤から後半にかけてのね、そういった話であるかなというふうに思います。まあ、ちなみに今日はその愛、なぜかね、愛のね話とか、前半からそういう言葉、リルケにまつわることを紹介してきたので、まあ、ちなみにマルテの手記にもその愛についてのですね、まあ、書いてあるところがあったんで、ちょっとね紹介していこうかなと思います。愛されるということは燃え上がるということだ。愛することは尽きることのない油で火を灯すことだ。愛されることは消え去ることであり、愛することは持続することである、ということでね、まあ、愛す愛されるがありますけどもね。まあ、ちなみにリルケは若き日で17歳頃にですね、まあ、年上の女性と駆け落ちをしたというね、そういったこともあったと言われています。まあ、その女性に対して書いた詩なんかもあって、それがまあ初期の詩集を多くね形作っていたなんていうも言われてるんですけど、まあ、今日はリルケのまあ中盤や後半の作品なんかも紹介しましたけどね、まあ、最後はまあ第一詩集からということで、まあ、リルケのまあ最初の部分というかね、そういういろんなことをいろんな地を巡り、まあ、いろんな自分の思考から何からでたどり着いていく、そういう大きな物語の最初のところといいますか、民謡という作品と他無題の、ね、2編ですね、短めのものなので、それを連続で読まさせていただいて、今日はおしまいに、ね、したいかなというふうに、ね、思います。それではね、お願いいたします。民謡、哀れに胸をかき乱すボヘミアの民謡の調べ、心にそっと忍び入り、いつしか心を重くする。バレーショー畑の草取りに子供がそっと歌うとき、その歌は世の老けのお前の夢にまだ響いている。たとえお前が国遠く旅路の果てにいるときも、年経た後もその歌は繰り返しまた浮かんでくる。時にふと思うこと、昇進と老苦の後、運命はなお私を祝福しようとする。祝日の気分に満ちた日曜の朝、笑いつつ少女らが通りがかるとき、少女らが笑うのを聞くのは楽しい。すると長いことその笑いは私の耳に残っている。決して忘れられないような気がする。日が丘の向こうに消えてゆくとき、私はそれを歌おうと思い立つ。だがもう頭上で星たちがそれを歌っている。これが私の戦いです。憧れに身を捧げ、日々をさまよい続けます。それから強くなり、広くなり、数知れぬ根を生の中深く下ろすのです。そうして悩みを通して生から外へ遥かに成熟するのです。時間から外へ遥かに、ということでね、ありがとうございました。まあ、ボヘミアの民謡から始まりですね、まあ、最後の詩、まあのところで出てきた憧れに身を捧げ日々をさまよい続けますというような花からの、まあ、その最初のですね、まあ、先生をしているような感じですけどもね、まあ、その言葉のイメージというのはそのまま、まあ、旅の人であり人生であったリルケそのものでありですね、あのマルテの手記にも出てくるような、そういうさまよっていくような感じにも出ているのかなというふうにね
思います。まあ、ちなみにマルテの四季という作品はね、何を隠そうリルケ自身がねモデルで、あるモデルであろうともいうふうにねもう言われています。まあ、興味ある方はね、まあ、詩も含めて、作品にね触れていただけたらなというふうに思っています。まあ、今回はね以上になります。まあ、ようやっと涼しくなってきたのかどうかですけどもね、もう間もなく、まあ、秋となりね冬になっていくなという感じもしますのでね、皆様にもですねぜひ日々充実してねお過ごしいただけたらと思っています。今回は以上になります。ありがとうございました。